こんな浅い時間まで残っていただいてありがとうございます。最後歌わせていただきます。浜崎えりかと申します。よろしくお願いします。甘えた自分にさ手をぶってバイバイ。
しいなって指をくわえて眺めていました。そんな自分がまた嫌になって泣いてばっかりへこんでばっかりだ。変わりたい変われないな、何度繰り返すの。待ってたって変わんない、嘆いてたって始まんないよ。弱い自分さてを振ってバイバイ。その場しのぎの言葉に安心していたってねえ、もう気づいてるでしょ、踏み出すのは今だ。 oh, oh, oh. 向き合うことは怖いし嫌になっちゃうけど、自分ばかりの毎日なんてもっと嫌だ。ああかっこよくなりたい、もっと胸張って生きていたい。すべて自分次第なんだ。もう覚えたやろ、右手を出してバイバイ、一緒に行きますよ。泣いてたって変わんない、嘆いてたって始まんないよ。甘えた自分にさ手を振って、素晴らしい。ただね、私は欲張りなので、皆さんバイバイ声も一緒に、もう最後よ、皆さん最後よ、いくよ。泣いてたって変わんない、嘆いてたって始まんないよ。甘えた自分にさ手を振ってバイバイ。言い訳ばっかしたって誰かのせいにしたってねえ、もうわかってるでしょ。改めまして本当に最後ね遅い時間までありがとうございます。福岡育ちで、なんか結構皆さんね今日出身地がバラバラなんですけど、私もそうで、生まれが佐賀で育ちが福岡で、今東京に住んで、フィリピンのハーフっていう、すごいぐちゃぐちゃなんだけどでね、なんかよくフィリピンのハーフってフィリピン語喋れるのとか言われるんですけど、全然そんなこともなく、むしろフィリピンのね、こうお母さんがフィリピンなんですけど、片言の日本語を聞いてるとね、日本語も片言になり英語も喋れないっていうねそう、そんな事態に陥るんですけど、まあ、ちょいちょいね日本語がね乏しいところがあるかもしれないんですけど、まあ、ご愛嬌ということでお付き合いください。浜崎えりかです、よろしくお願いします。キャスルズリアル、私は東京の方でですね、よく出演させてもらったって言うんですけど、なんか福岡は3年ぶりかなですかね。そうで、なんか私は初めて地元福岡でこのね石黒さんのイベントを出させてもらえるということで、すごく、嬉しいです。今日はありがとうございます。皆さんも最後までねちょっと楽しんでってください、よろしくお願いしますと言ってもバラードなんですけど、次まあまあ、まあ福岡で4年ほど活動していて、で東京では4年目ですね。途中も4年目の活動になるんですけど、本当に東京はもう本当にたくさんの人がいて、たくさんの意見があって、その中で私はどうなりたいのか、どう進むべきなのか、すごくこう迷うこともたくさんあるんですけど、まあ、そんな時にね、こういつも大事なことを思い出させてくれる曲があって、まあ、自分の曲なんですけどでもこのね大好きな福岡の敬語公園、わかりますよね皆さん。そう、敬語公園でずっと路上をしていた時にこう書いたシンプルって曲があるんですけど、次はそれを歌わせていただこうかなと思います。シンプル聴いてください。ありがとうございます。
めたいた夢と希望だんだんと小さくなって突きつけられたのは絶望他のない私に一体何の価値があるっていうの私はたった一つだけだろう消えないんだ消せないんだどこかまだ期待し東京の雑音にこの声がかき消されていくうるさいうるさいうるさいなああ君には無理だとざわらうつまらない大人たち後悔するのはどっちああ邪魔しないで壊さないでうまく言葉にできないの上からして一握りの光だとしてもあの日の嘘もさよならも傷跡も決意へと変わってゆくさあ遥かるか東行きたいんだ何度だって何度だって声からして夢のまま終わりたくないよこの悔しさか苦しみか苛立ちが情熱に変わってゆくそうさ何度だって何度だって吐き鳴らして一握りの光だとしてもあの日の嘘もさよならも傷跡も決意へと変わってゆくさあ這い上がるか東京ありがとうございますありがとうございます、シンプルそして東京という、東京での、ね、いろんな葛藤とか恨みつらみとかを込めた一曲でございました、まあなんかね、日々、ね、生きてるだけで本当あのいろいろ皆さんも大変だと思うんですけど、まあ、そんな時にねこの曲たちが励みになったら嬉しいななんて思います、今日歌った曲はですねバイバイ2曲目のバイバイ以外は全部あの今日持ってきている CD に入っておりますぜひゲットしていただけると嬉しいですそしてなんかあっという間ですね5曲ってねちょっとお知らせをさせてください、今回福岡は、京都あともう1本ライブがあるんです、12月2日シャングリラ大名にあるシャングリラという場所で、ミニワンマンライブを行います、多分この日が福岡最後の、ライブ今年ね今年の福岡最後のライブになると思うのでぜひぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいですなんか最近はですねなんかライブばっかりこうしていてなんか普通のライブ飽きちゃったなと思ってあのそのワンマンではですねあのライブだけではなくてあのその日になんかみんなで曲作っちゃおうみたいな感じでなんかみんなでこう歌詞を持ち寄ってでどんな感じの曲作りたいみたいな感じで言ってでなんかその場で曲を作ってレコーディングまでしちゃうでそのレコーディングしちゃったやつをみんなにこう来てくれたみんなにプレゼントとしてこう渡そうかななんていうこう企画も考えております面白そうでしょぜひ12月2日ですねもうあさってか
はい、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。こんな感じかな。ということで早いもので次で最後の曲に、なります。みんな多分元気ありまってるよね。多分ね、元気ですか？わよかった。最後ね、せっかくなんで皆さんとコール&レスポンスできる曲持ってきたんですけど、やってくれる？笑ってる笑ってる、ははは。知ってる方はちょっとあれかもしれない。まあ、見ての通りこう「セイホー」みたいな感じのキャラじゃないので、じゃなくて可愛らしいコール&レスポンス持ってきました。好きだよ嫌い、好きだよ嫌い、でも本当は大好きっていう、あまあ、初めましての方がいると大体こんな空気になるんですけど、これみんなが言ってくれないと本当に私はただの痛いやつになります。ぜひ皆さん最後です、ご協力お願いします。まあ、天の尺って最新シングルの曲になるんですけど、まあ、素直になれない女の子の気持ちを歌った曲で、2番が終わったらですね、そういう好きだよ嫌い、好きだよ嫌い、でも本当は大好きっていうコール&レスポンスが出てくるのでお願いしたいんですけど、大丈夫でしょうか？やってくれますか？イエーイ。まあ、福岡は暖かいからやってくれると信じてます。じゃあまずは練習。ワンツーワンツースリーフォー。好きだよ嫌い、好きだよでも本当は大好き。バッチリやん、素晴らしいね。こんな恥ずかしいセリフだよ、よく考えてみると、冷静に考えるとね、それが恥ずかしいセリフを堂々と、ありがとうございます言わせたいってね、失礼なやつですね、すいませんね本当に。ということで、最後じゃあみんなで楽しく、終われたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。浜崎えりかでした。ということで聞いてください、天の尺。目が合って背を向けるのはドキドキがバレないように、こんなに好きだってことは言わないよ。ありがとう。あなたが思っているような女じゃないの、強くはないし一個でも可愛くもないよ。言葉は裏腹、本当は抜いて欲しくて、ねえ素直な女の子が好きなの。あの子みたいに上手に甘えてみたいけど、あなたの前じゃ難しくて、目が合って背を向けるのはドキドキ、ように歌を歌ってみる。午前3時ソーリー、それよりラブミー、寂しくなんてないわ。あたしばっかり好きみたいで悔しくて、平然と振る舞ってみたけれど、大丈夫だよと言ったら今すぐ会いに来てほしい。本当は寂しいのなんて、してる頃だと思います。皆さんの出番ですよ、覚えてる？好きだよ嫌い、好きだよ嫌い、大好きでも本当は大好きですよ。いくよ、ワンツースリーフォー。好きだよ、好きだよでも本当はまだまだ好きだよ、好きだよでも本当はすげー。こんな私も好きでいてね、その手をキュッと握ってみる、たまに甘えたくなるの、意地悪な顔してないで早く抱きしめて、目が合って背を向けるのはドキドキがバレないように、一度しか言わないからね、ちゃんと聞いてね、笑わないで、あなたが好きなの。
最後まで本当にありがとうございました。浜崎えりかでした。はい、浜崎えりかさん、はい、本当にお疲れ様でした。最後盛り上がったねていうかもうみんなできてるし、すごいね、恥ずかしくなかったですか、うん、なんかもうできてるっていう、なんかね、いや本当びっくりしました、はいはい、そんな浜崎えりかさんなんですが、はい、なんとですね、実はこのキャスライブ、はい、6年目の悲願といいますか、えはいって感じだよね。あの実はですね、2012年の10月にこのキャスファイル1に入ってる岡島大君が、はい、あの福岡来たんですよ、あの、今めかっていうラジオにね出演するのに、はい、その時にあの浜崎えりかさんを僕らがね路上見かけたんですよ。あ、このイベントやってる時なんですか。いや、そのイベントの始まる前なんですけど。そうなんですね。それで見かけて、なんかあのあそこのパルコか、パルコじゃない、あの多分敬語公園、敬語公園じゃなくて反対方向で、あ、コアの方ですか、で歌ってて、それでなんかでもあの取り巻きっていうかファンがたくさんいて近づけなかったんですよで声かけられなかったんですけど、そこで見て、はい、まあ、名前違ったんですけども、あ、モカですかね、うん、そうそうそう、それで見てね、いつかはこの人をちょっとライブに呼びたいと思ってて、今日やっと叶えました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、6年前何して、あの、あんな感じ、あの、あの時はどんな感じでした。モカは、すごい、どんな感じ、どんな感じっていうの変だよね。変だよね、それはね。どんな感じ、うん、名前が違うっていうのはやっぱ違うんですか。そうですね、モカ時代がちょっと一番嫌な思い出がたくさんあるんですけど。あ、申し訳ない申し訳ない、変な思い出を思い出してしまいました。これあの録画されてる感じですか。そうですね、後でちょっと、ね、そうですね、じゃあちょっと言えないかな。言えないですね。あ、まあ、僕ちょっといろいろ聞いてますけれども。そ、ね、あ、じゃあその前のあのエリカ時代はどうでした。エリカ時代はもうただただ好きな音楽をひたすらやってるっていう感じでしたね。18とかだったんで。でっかいポスター見ましたよ。え、某プロデューサー宅で。ああ、桑原さん、はい、桑原さんと。そう。で、今浜崎えりか。そうですね。ね、この名前になって本当にね、全国で大活躍って感じで。いい、はい、どんな感じですか。ワンマンとかもね、たくさんやってるし。ワンマン、そうですね、この間東京、福岡とダブルワンマンなんとか成功して。次はどこでワンマンしますか。しよう、ちょっとまだ決めてないんですけどフィリピンワンマンとか、あの、でもちょっと視野に入れてたりもするんです、フィリピン。そうですか、はい。あとはまあ出身の佐賀、佐賀はちょっとまだですけど、はい、まあ、来年はちょっとなんかいろいろなことやってみたいなって思ってます。そうですか、来年楽しみですね、はい、いや本当にうちのね、あのコンピにもぜひ参加していただきたいんですけどね。ぜひぜひ、はい、うん、はい、そんな浜崎えりかさんは、あさってになるのかな。そうですね、シャングリラ、はい、大名です。あそこパンパンになっちゃうでしょ。でもどうなんですかね、うん、あ、でもまだちょっとだけあとお席残ってますので、よかったら、はい。そう、でもあの時その場所もさっき言った岡島大がその日、はい、あの福岡で初めてライブをした場所なんですよね。あ、そうなんです、すごい繋がりが、奇遇ですねって感じで。そうですね、うん、そうなんですよね、うん、そんな浜崎えりかさん、はい、はい、期待ですね。また東京でもね、あの、出ていただきたいし、東京ではもう何回も出てて、はい、そう、初めて福岡で ね、うん、ただ今日はちょっとそのプロデューサーさんが、あー、ちょっとね、ライブがもう一本、はい、本当は来るはずだったんですよね。そうなんです、ね、来たらどんな感じになるのかなって、まあ、ちょっとそれはそれ楽しみだったんですけども、なんか全然いなくてよかった、大丈夫でしたねそれはちょっと何とも言えないですけどね大丈夫です、大丈夫です、はい、うん、はい、あの、でも全然良かったです、うん、素晴らしいステージ、トリを飾るにふさわしいステージでした。ありがとうございます、はい、では最後のちょっと時間に何か告知なりメッセージなりあれば。
はい、まあ、何度も言ってますけど、あさってが12月2日大名でシャングリラワンマンがあるのと、あのちょこちょこあの話に出てるプロデューサー桑原さんという方がいるんですけど、桑原さんがあの会社を設立しまして、まあ、その会社の大イベントがあの今度は来年1月13日にあのビートステーションフライヤーに入ってたね。はい、あのお手元のフライヤーに入ってると思うんですけど、ビートステーションで大きなフェスをやります。オール生演奏、生バンドで、あフルバンドでこうその桑原さんがプロデュースしたアーティストたちがバッとこう出る、まあ、大きなフェスがあるので、よかったらこちらもぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。以上です。誰得って感じだよね。でもね、え桑原さんが美味しいって感じだよね。あね、いいね。まあね、うん、たまにはねねぎらってあげないとね頑張って、ね、いろいろやってもらってるからね。はい、はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。